んにちは。東京大学医学部出身、河野玄斗です。僕にとって勉強とは、自分の未来を良くするコスパ最強の遊びですね。努力とか苦労とかっていうのはもちろんあるんですけど、自分の好奇心だったり探求心だったりを追っかけていくのが楽しくて、勉強した先に新たな経験だったり知識があって、もちろんその過程で大変な時もありますけど、最終的には何と言っても楽しい、これにつきますね。ありがとうございます。あー、なるほどね。あ、懐かしい。なんか受験生の頃にこれ戻ったみたいですね。この今週のミッションっていう機能すごい面白いですね。まあ、何についても言えることなんですけど、結局は自分との戦いなんですよね。例えば苦手科目とかって結構避けがちじゃないですか。でもそこがね、一番得点伸びるところでもあって、まあ、だからこういうシステムがあるとかなり成長できるなっていう感じはしますね。僕が中学生の時は何度も間違えてしまう問題っていうのをパターンに分けて分析してたんですよね。個々の問題っていうよりかは問題の性質を見極めようと、こうやって客観的に見ることができると着実に記憶に定着するんですよね。これ隙間時間とかにも気軽にできるからいいですよね。なるほど、正答率の低い問題は復習を促してくれるんですね。結構スパルタですね、スタッフ。量より質とか質より量とかってよく言うじゃないですか。受験勉強においてもいろいろあるんですけど、個人的にはどっちも超大事で、もっと正確に言うと量をこなすことによって生まれる質っていうのもあると思うんですよね。数学で言うと単純に計算が速くなったり、問題のパターンっていうのが身に染みて分かったり、その結果として質のいい勉強ができるようになったりっていうのがあるんですね。そういうのも本当に全部武器になるんですよ。スタサプって演習問題何問あるんですか？1000問。あ、1万問。1万問解き放題。それは焼肉食べ放題より嬉しいかもしれないですね。よいしょ。個人的に一番嬉しいポイントはここですね。自分のできる分野とかはどんどん先取り学習できるところ。やっぱり通信教育っていうとなかなか受け入れるのが難しいって気持ちになるのもわかるんですけど、この自由度が強みですよね。何の学年とか偏差値とか、そういう枠組みにとらわれることなく自分の知的好奇心の進むがままに勉強できるところ。この自由さ、そしてその中にある厳しさが、ガチで勉強したい人にとっては相手にとって不足なしと言えるんじゃないでしょうか。受験生のみんなと、偉そうに言ってますけど、僕もまだまだ受験生なんです。公認会計士のね、試験合格に向けて今まさに毎日勉強しているわけなんですけど、その中でやっぱり辛いことだったり苦しいことだったりっていうのはもちろんあります。しかしその勉強した先に絶対に楽しいことがありますし、何よりもね、成長してる自分っていうのがすごくかっこいいというふうに感じられるんじゃないかなと思います。今なお現役だから分かることもあるんですけど、スタサプには何度も間違えたところを復習できるミッション機能だったり、あるいは幅広い演習問題だったりっていうのがあって、受験生に寄り添った成長の機会を与えてくれる、そんな場だというふうに僕は思います。昨日の自分よりも強くなれる、そんな講座だと思います。自分の学力を徹底的に鍛えるガチ勉、気軽に特訓できる作弁、充実した機能が全て揃って月額なんと2178円。今なら新学年応援キャンペーンで1ヶ月無料になります。特典映像と合わせて詳細は概要欄に記載してあるので、ぜひチェックしてみてください。勉強はコスパ最強の遊びだ。東京大学医学部出身、河野玄斗。